では今日のスターティングラインナップ、まずはホーム金沢からご紹介してまいります。前節からは先発2人入れ替わっています。出場停止だった藤村と豊田が出場停止明け戻ってきています。ゴールキーパー白井、ディフェンダー右から松田、庄司、孫、長峰、ボランチに藤村と松本博也、サイドハーフ右に大石、左に小野原、そして2トップ、今日は豊田と林のコンビ。そして東京ヴェルディ、こちらも前節からは3人入れ替わっています。ゴールキーパーマテウス、ディフェンダー右から深澤、宇藤か、谷口、加藤蓮、ボランチは馬場と森田、右に石浦、左杉本、そして2トップ川村と染野。馬場から、さあ前向け、石浦左、枠の上です。石浦のシュートでした。まあ、プレッシャーかかってて相手と50-50のボールになりましたけど、このこぼれ球はね、志田選手しっかり拾って、しかしここは3人がかりボール奪います。そして縦1本、さあチャンスになる、ゴール前、左足、枠の左です。最後川村シュートまで行きましたが枠を捉えてはいませんでした。少しねバランスを崩して、あのシュートはねヒットしませんでしたけども、このカウンターでねしっかり最前線に立って、相手を振り切る力が河村選手ありますのでね、はい、ゴール前には豊田、藤村、ボール転がったが、これは枠の右、もう一度コーナーですか、はい、最後はベルディのディフェンスに当たったという判定ですね。このボールは金沢、小野原は左へ、長峰、足元収まります、低いクロス、ゴール前、豊田のシュート、マテウスの手を振りながら先制、金沢、久しぶりの豊コンタ、金沢先制1対0。ここのサイドチェンジからですけど、ちょっと時間使ったので、ここでもう一度こう攻撃を遅らせながら組み立てるっていうのも頭ちょっとよぎったんですけど、長峰選手の、ね、コントロールも非常に良かったですし、クロスの精度も非常に高かったので、あとはこうフォアに流れていってる豊田選手がいい動き出して、まあ、シュートねちょっと力なかったかもしれないですけどね、うまくバウンド滑らせて、まあ、ゴールキーパー待ってる選手がねこうタイミングをずらすというか、処理しづらいボールでねシュートをうまく決めましたんで、さあそしてまた今度は林、しかしここはマテウス、さらに競り合ってポスト、林のシュート転がっていきましたが、ポストを叩く金沢ボールのスローインです。まあ、溶け様というところでしたか。そうですね、豊田選手をおとりに使って林選手がねその裏のスペースをしっかり狙っていくと、さあ高い位置、松本ひろやのシュート、わずかに枠の右、抑えの効いたいいシュートでしたが、はい、ディフェンスラインが拾ってくれて縦パス入れて、この前向きのサポートですね、これがいい状態で入りましたん で胸コントロールで落としたところも非常に良くて、まあ、ショートバウンドで狙えるところ非常に惜しいシーンでしたね。そして川村のところに佐藤亮が、前線攻撃力のあるところフレッシュな選手が入ってきました。そして堀田から仕掛けるか、仕掛けてエリアの中こぼれてきて石浦、さあこのボールは直し込んだ、同点、ヴェルディ追いついた、変わって入った佐藤選手ですね、今シーズン11点目。まあ、少しずつ本当に中盤にこうスペースができてきて、今この森田選手ですよね、ボランチである森田選手がサイド深くえぐってそこに流れてくると、一発目のシュートで決めたいのはもちろんありましたけれども、しっかりそのこぼれもね佐藤選手狙ってましたし、まあ、こうチーム全体で、ね、押し込むっていう最後強い気持ちで、ね、持ってた1点ですよね。佐藤の前は2点ですもんね。ボール生きています、田沢から、もう一度、さあ高い位置で杉浦恭平、前を向く杉浦恭平から林のシュート、金沢追加点、ベルディの方のねちょっとした本当にねミスなんですけども、ここを見逃さずに杉浦選手時間作りましたし、しっかり引きつけて林選手にね優しいパスを出して、
で林選手も、ね、ここで一旦動き変えるんですよね。相手の稲穂のスペース見つけてしっかりスペースあるところを作ってワンタッチのシュートなので、これもね、2トップの関係が非常に良くて、杉浦選手もこう引きつけるだけ引きつける、林選手は相手のスペース見つけてそこにしっかり入っていく、で最後もう流し込むような、ね、シュート、逆サイドの素晴らしい綺麗なシュートですよね。林選手得意な形ですね。中国のフリーキック、角度をつけて馬場だ、白井がファインセーブ。白井選手冷静ですよね。ここをずらされてもしっかりそれ見て距離詰めて、ボールはコーナーをしながら、はい、すね、そうですね、はい、ここで長い笛、試合終了。西軍金沢8試合ぶりの勝ち点3。